ガッツ場内は愛知県出身のレーシングドライバーである。本名は木内正樹。長年カートレースを戦い、全日本選手権や香港カート GP の優勝経験を持ち、世界選手権にも出場するなど、カートレースでの経験及び実績は豊富なドライバーである。四輪レース天候は1993年、鈴鹿1 0 0 0トルレースのプロと2クラスで、 デビューイにを飾った。1994年から3年間 F4 シリーズを戦った後、1997年から全日本 GT 選手権 GT300 クラスに出場を開始し、同クラスを主戦場として現在に至っている。GT での優勝は2回を数えており、初優勝は1997年の第6戦、菅生。この年は、 自己ベストとなるシリーズランキング5位に輝いた。2度目は2001年第 7000CP マイン。国際経験も含めた豊富なカートレースでの実績と指導力の高さを買われ、鈴鹿サーキットレーシングスクールカートクラス内ではレーシングコメンテーターを務めている。ライセンス登録名であるガッツ場内の由来は本人がガッツ一始末に そっくりと言われることから名乗るようになったと言われている。ありがとうございます。